お前のせいで髪が乱れた。戻る前に整えようとは思わないのか？この治療法は瀉血や昼治療より穏やかだな。心はさらなる高みへ。もう二度と迷わない。より繊細に糸を操れるようになったな。本当に三期になったような気分だ。昔調査場で出前の仕事をしたな。糸を使えば一度に何軒でも回れるよ。旅の途中で出会った人々は俺の逸話の方に興味を持っている。だが彼らもこの世に信仰があるとは信じていないようだ。俺の指先から逃れられる者などいない。自らの糸に絡め取られるとは。糸の命がある限り、この心臓も止まりはしない。この糸が天羅地網を編み出す。糸はすでに仕掛けた。あとは獲物がかかるのを待つのみ。気をつけろ。俺の糸は相手を選べない。お前とは信仰で縁を結んだ。必ずまた会えると信じていた。お前も心の奥底で互いの思いを感じていたのか。ん？いつからそこに？すまない。髪を乾かしていて気づかなかった。太陽を浴びるのはいいことだ。孤独の虫も日の光を恐れるものが多いからな。こんな遅い時間にまだ寝ないのか。月のない夜は孤独にかかりやすい。安易に動き回らない方がいい。髪を結べば心も結べる。髪紐をくれたのは俺をそばに置きたいということか。部屋に物が増えるのは好きじゃない。もうプレゼントは十分だ。この角が気になるのか？どうやら孤独が怖くないようだな。糸を操る秘訣は、すべての糸に指先から命を与えることだ。手を貸して、ここに重ねて感じてみろ。俺の体に興味があるのか？この体にどれほどの孤独を宿していたか知りたい。刺繍を始めたのは感情を抑える手段のつもりだったが、まさかそれが趣味になるとはな。人々は腹からを生贄として神に捧げ、腹からを守る強大な力を求める。矛盾していると思わないか？お前の髪は糸のように柔らかい。とてもいい手触りだ。崖の底に住んでたのは光が怖いからじゃない。周りの人たちを傷つけたくないからだ。お前を離さないのはただ己の心に従っているだけだ。変だな。信仰はもう払ったというのに、なぜお前のことを考え、思い、恋焦がれる気持ちを抑えられないんだ。